こんにちは、佐藤チンとチンスタジオでーす。はーい、今回はなんとコラボです。いやー、お声かけいただきましてありがとうございます。僕よく怖がられてるんですよ。どなたにですか？いや、なんかね、ちっちゃい子らが見てる家族層に結構ね、僕のこと知らない方は怖がられてるんで、可愛いキャラクターと怖いキャラクターの今日は融合のコラボなんで、よろしくお願いします。で、いつも思うんですけど、やっぱりね、コラボだとめっちゃ汗かくの。分かる。めちゃめちゃ汗かいてる。いや、もう僕結構もう慣れてますよ、ね、慣れた感じでやりますね。あ、うん、敬語とかいらないでしょ。はい。で、敬語使っちゃダメ。企画無理、俺が無理かも。富士専門店マッハさん、秋葉原店。今回はジンさんと、ジンさんでいいんですか？ジンちゃんでいい。ジンちゃん。今日はジンちゃんとくじを引いていきたいと思います。はい、やりましょう、やりましょう。で、お互い1万円、1万円。欲しいものを2人で相談して、より多く効率がいいというか、収穫できたら、はい、いいかなと思います。で、僕のお宝ちゃんと当ててください。わかりました。そこだけちょっと大事なんでね、お互いの欲しいものが当たればいいかなと思うので。まずこちら。これちょっと欲しかったんですよね。人気で、意外と人気で、恐竜さん。普段僕のチャンネルやったら絶対使わない。自分だったら引くんですけど、C 賞しか残ってないです。ティラノザウルス。そうなんですよ。ラストワンが、スピノサウルスビッグフィギュアラストワンバージョン。いいね。これ700円ですね。700円ですね。まあ、もう1点しか。1万円ずつ2人で出すとして何回やりますか、まず。終わらせないでください。3から5回ずつぐらい引きたいですよね。あ、今日はそういう、かわいい。かわいい企画、かわいい企画です、はい、引けてないんですよ。ジンちゃんはこちらですね、缶バッチクシポーリベ。これただめっちゃあるんですよ。そうですね、めっちゃあるんですよ。いや、出てるのがこちらですね。そう、タケミッチが出てるだけなんで、ここ引けたらすごいですね。まあでも500円っていう安さがあるからね。これ10回ぐらい行きたいですね。10回で1個取れたらいいですね。鬼滅も残ってますよ、どうします。もう悔しい思い出しかないから。しかもラストワンやから。確かに。いや、でもここまで成績良かったらこれいきますからね。まず恐竜チャレンジ。生のサトチンさんですよ。汗がやばい。うちの息子たちは妖怪ウォッチでお世話になってるんで、はい、会うねん言うたら喜んでました。本当ですか？プニプニようやってたから。過去形ですよ。過去形なの。あるあるっすよね、方向転換大事ですから。もっと盛り上がってほしい妖怪ウォッチ。レベル5さんお願いします。レベル5さんお願いします。ノーコメントや。出たらそこやりたかったんですけども、この日のために温めてたらもう C 賞しかないという。人気っすね、意外と。あ、人気なんだ ね。自分上から5枚取るタイプなんですけど、どうですか、ジンさん。いや、僕むっちゃ適当っすよ。マジっすか、ね、むっちゃ適当っす。適当のいい人。僕も選んでいいですか。はい、僕もこれですか。はい、ほんまこれっすよ。、はい、え、これ何、先にサトティンさん C 当てたら僕結構テンション下がって。そうなんですよね。じゃあ一応やっていきましょう。はい、1枚目せーの、ドン。 K タオル。 J アクリルキーホルダー。 J アクッキー。当ててほしいな、逆に。はい、はい、ディッププレート。せーの、ドン。あー、あー、出なかった。物差し、物差し、物差し、いつも見えひんラインナップやこれ。確かに。いきますね。出た。C ね。得意のカンカン。タオル。え、これ出へんかったらどうする？悲しいよ。K H お願いします。あさあ、ここでどうしようかな。もう5回だけやります。やりましょう。やります。もう5回やりましょう。やりましょう。なんかもう小学生が喜びそうなラインナップしか引いてないんで。タオル、物差し。ここで10枚いっちゃったら、もうラストワンまでいっちゃうかもしれない。これでこれで C 出なかったらちょっと最後まで悩んじゃいますね。いきますね。はい、はい、お願いやか出して。J K。うわぁ、 H、 物差し。追い込まれた。キュッ。うわぁ、食べてそう。イエーイ、嬉しい。ほんまに当たった、ティラノサウルスフィギュア。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは、ジンさんに残り5枚ダイジェストでどうぞ。あ、僕これ5枚また引くんですか。そうです。20いったんですか。20いきました。え、これあれやんか、もう当たりないやん。
何を取るんだろう。いや、サトチンさん何してんの。はい、え、これ何ラストワンまでしかも走れへんやろ。走れない。何してんの。サービス。はい、ありがとうございます。景品はじゃあ後でもらえますか。そうですね。次は僕これいきましょう。こちら東京リベンジャーズドリームガンバッチ。はい、ゴーゴーでいきます。ゴーゴーでいきましょう。10じゃないです。うん、10重だってもうだって1万円ですもん。もうないですね。7割使う。確かに確かに、そうなんですよね。ラストファンがでかいですよ。うまや。ドリームガンバッチ、これいいっす。いいね。とりあえず先選んでいいっすか。はい、端っこから遠くからゴーゴー。はい、これでキュー。これに当たりって入ってるわけですよね、紙で。どうしよう、当たらんかって、これで動画が終わったらひよっちゃいます。エクストララウンド。チフユが多分人気でしょ、これめちゃめちゃかっこいい。また名前間違えたら怒られますよ。そうです。言うなればマイッキーって言ってもダメです。言うなれば、うん、マイッキーじゃないよ。さあ、行きますか。はい、これね、当たりの紙が入ってた当たりなんです。おっ、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 チフユ。お、すごい。えぐい。あれ、もう、あれ、あれ、これ、逆に決済したもんね、でもこれ決済しちゃったもんね。あ、いや、すごい。いや、しかもサムラッチがちょっとイラストが良すぎる。ちょっとすごすぎた。あれ、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 やらかした。はい、すごい。チフユね。そうでしょ。はい、おぉ、めっちゃかっこいい。マイキー、マイキーじゃないの。これ逆になってる。おーおーおー、入れが逆になってるけど。はい、いや、はい、かぶっていく。ラスト、バジコン。いや、やりました。神でした。サトシンさん、僕ドラケン欲しいです。やばいやばい。すごい当たり強いな。ラスト、ここ端っこで全然関係ないと思うんですけど。すごいな。この間、LINE 通話したとき3時間喋りましたもんね。そうなんですよ。何しますかって言われて、じゃあちょっと電話しましょうって言って、3時間延々に YouTube の話。夜中2時まで喋って。もうそろそろ寝ようかみたいな。もうどっちもやめようって言わないんで。どっちもそろそろって話尽きないですよ。よし、チャンバンあたり。あれ、3個目多いな。こうなったら外れなんですかね。この中、いや、この間に入った。おー、バジ君。モノクロバージョン。おー、おー、おー、かぶっていくな。塊で取るとかぶっちゃうのかもしれない。バジと三ツ矢しか出てないんだよね。あー、三ツ矢さんだけど。三ツ矢さん、カラー変えて三ツ矢とバジあかんやろ。最後がラスト、紙ちょうだい。あはははかぶった。塊で取らないようにしよう。これは金額的にはあと1000円残ってるのか。そうですね、あと1000円。これ僕がやりたいですね。はい、最後のチャレンジです。これも2回いけるのか。そうっす、ゆるキャンなので1回ずつですか。1回ずついきます。はい、いきましょう。狙いは4番あたり、葵ちゃんでお願いします。葵ちゃん、はい、まあどれ当たっても嬉しいんですけどね。なでしこちゃんが一応主人公的な感じですか。そうですね。ジェイソン君はどれ好きなの。なでしこちゃんじゃなくて、りんちゃんが主人公かな。いや、何言ってんの、何言ってんの、ジェイソン君。やっぱね、クールによって違うんですよ。あ、そうなの。そうです。もうにわかになっちゃったじゃん。全然好きなの。僕、ドラマしか見てないからにわかじゃん。いや、俺アニメしか見てないから逆に先行でいきます。はい、これ全部で60個なんですね。じゃじゃーん。お前それでいい。じゃーん。これ。ジンちゃんはゆるキャン全く知らないですね。うん、でも最近でもアニメの幅広げていってますからね。ああ、いろんなアニメ見てるらしい。一緒に一緒に行こう。なんかよく行こう。せーの、どんでいきますか。せーの。はい、ここ大事、ここ大事。ここちょっと。繰り返して。せーの。なにそれ、なにそれ、こういうタイプなんですね。えなちゃん悲しい。でもここで終了したいと思います。そうですね、 C も引けて、ちふゆのこれすごいえぐいっす。
よかった。はい。自己動画にならんかって。どっちも行かなかったらエクストラランドだったもんね。確かに。というわけでいかがだったでしょうか。じんちゃんの動画でも攻めな動画を撮りたいと思いますので要チェックです。空っぽにするよ最後。悲しいです。お楽しみに。ありがとうございました。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画楽しんでくれた方、はたまたまたこのコラボが見たいという方、高評価そしてチャンネル登録お願いします。お願いします。以上、佐藤ちんとじんちゃんでした。バイバーイ。バイバーイ。